ラファモスタットは、セリンプロテアーゼ阻害薬の一つであり、工業小薬に分類される。急性衰炎の症状改善にも用いられる。速効性のタンパク質分解阻害効果があり、血液透析に際して、フィブリノーゲンが分解して、フィブリンとなることを防ぐ。鳥医薬品が開発し、2019年4月に製造販売承認を日以降に譲渡した。商品名は、クサンで、 後発医薬品もある。日本で承認されている効能、効果は下記の通りである。重大な副作用として添付文書に挙げられているものは、ショック、アナフィラキシー様症状、高カリウム血症、低ナトリウム血症、血小板減少、白血球減少、肝機能障害、横断である。先発品と後発品でともにアレルギー症状を提示、 発言機序が異なることが伺えたが、後発品では原因究明のシステムが構築されておらず、原因を解明できなかった事例が報告されている。2020年3月18日、東京大学医科学研究所は、新型コロナウイルスの感染を阻止する可能性があるとして、国立国際医療研究センターなどと患者に試験投与を開始すると発表。 国内では5つ目の治験薬剤になる。2020年5月8日、東京大学は特定臨床研究、肺炎を有する新型コロナウイルス感染症患者を対象としたファビピラビルとナファモスタットメシル酸ンジオの併用療法の有効性及び安全性を検討する多施設共同、単毛検ランダム化比較試験を開始したと発表した。ファビピラビルを 最長14日間投与する軍を対象軍としてファビピラビル及びナハモスタットメシルサンジオン併用で最長14日間投与する軍における有効性と安全性を検討する単盲権比較試験であり実施予定被験者数は160人を計画している。ありがとうございます。